ちゃん。こんにちは。7時だよ。全員集合。まあ7時どころじゃないよ。もうちょっと早いだろお前。もっと早いですか。もうちょっと5時ぐらいからだろ。動き始めるのはそうですよね。そうだろ。そうです。アーリーワークです。ちょっと早すぎるよな。なんか俺絶対ついていけないけどな。いやだから7時にもう始めますよということは、まあ、最低でも6時45分にはもう来てないといけないじゃないですか。まあそりゃそうだね。はい、もうあの全部着替えて立ってなきゃいけないじゃないですか。ということは朝何時起きなんですかね。やっぱりこの時期だからな、うん、で宮崎の話でしょ。そうです。そしたら体もちょっと温めたいよね、はい、じゃあ湯船にちょっと浸かってから行くかみたいなことになってくると5時だよな。朝5時ですよね。5時ぐらいに起きなきゃ無理だよね。で朝ごはんを食べてから行くんですか。その後じゃないの食べるのは。あ、後なんで。そう5時から飯食えないだろお前。食べてますよお前。そうですよ。私ラジオの早い日は朝3時半に起きるんですよ。もうおかしいね。それおかしくない。3時半に寝るのに3時半に起きてる、うん、そうだね。私6時には半蔵門についてなきゃいけないので、うん、6時過ぎぐらいには。でもうこう化粧も大変だろうからな。化粧は20分30分嘘つけろ。ほんとご飯を普通に5時前からもりもり一膳食べてます。それは何時まで食べれないから終わりです。11時半12時まで食べられる。そうだろ。いや野球選手の場合は、はい、アーリーワークが終わってから、うん、やっぱアップの時間までちょっと取るでしょ。ああ、だからその時にちょうどやっぱ食べるんじゃないの。そっか。ということはじゃあ5時に起きてちょっと湯船使って、まあ、着替えてっていうことだね。ですよね。でなぜアーリーワークかというとやっぱり巨人のデブ大久保さんたちがアーリーワーク、はいはい、まあ、デブ好きだよね、はい、アーリーワークね。そうですよね、はいはい、と言い始め、まあ、あの若手だけじゃなくてベテラン組もみんなアーリーワークにこぞって出てきて、まあそしたら若手ももうね絶対行かなきゃダメですよね。夜遊びできないみたいな。そうですよ。いやでも若手はねそれでも夜遊びやる。いやベテランもよ。ベテランもできないか、うん、あいやでも、うん、話を聞いた時に、はい、いやベテランも出てくるって言ってるんですよって言うから大丈夫って言ったら、うん、いやグループ分けにしてるんですよみたいな、うん、グループ分けに、はい、でグループ分けして、うん、まあベテランがこうその組の長打として、うん、まあ若手をこうつけてみたいな。ああセットにして、ね、いやそれで振ってる回数をそのグループごとに発表していくみたいな。ああいやだから面白いんだよ。チームワークが良くなるんだよ。例えばベテランなんかさ、いやもう 100球か朝からだったら、うん、100スイングしかできないみたいな、うん、だからお前ちょっと残り振ってくれみたいな。大変ですよ若手。いやだから大変だから、うん、とにかくでもベテランが応援したりとかするじゃん、はい、頑張れ頑張れって言って、うん、はーいとか言って やってると思うんだけど、はい、でもそういうことによってチームのこうムードが上がったりだとか、はい、士気が上がったりとかすることはあるよね。あ、まあそうですよね、うんうん、まあそれとやっぱり一緒のグループになってあれだけ振ったんだからなんとかこうベテランがね一軍に残れるようにアドバイスしてあげたりだとか、はい、あもっとケチ叩いたりとか、うん、頑張れもっととか言えたりとかもするよね。そうですよね、うん、どうやらなんか第一クールでは増田陸選手が一番だったと、はい、ここに書いてあるからね。そう1900ぐらい振ったみたいですよ。すごいよな。すごいです。あのいわゆる松田組と言われてて松田選手、うん、岸田捕手増田陸選手のこの3名1万5000。あそれはねそれはあれだ若手の組でしょ、はい、これがベテランが入ったら若手大変だからだからその分振らなきゃいけなくなってくる、まあ、まあそうそう振るんですもんね。だからグループ分けで中田翔岡本和真明宏、はい、うん、まあ明宏なんか大変だよね。そうですよ中田先輩のためにね食べりも振れないといやいやだからそういうグループの競争を作って、はい、後でなんか監督に出してもらうとか、うん、頑張ったなって MVP だみたいな、はい、いやそういうのだったらやっぱこうキャンプでさなんかこう競争心を煽ったりだとかするやり方っていうのは楽しいよね。あ、まあ、なんかこう面白くこう楽しくしながらキャンプをするっていう、うん、そうそうそう。でさらにねこのなんていうんですかチームの協力してやっていくので、はいはい、チームプレーというか、うん、そういう意識も生まれますしね、まあ、例えば若手が今日ちょっともうしんどいですよって言ったらよし俺が代わりに振ってやるみたいな、うん、まあ、そういうのでね、はい、若手のケツを拭いたりだとかベテランのケツを若手が拭くとか、うん、はい、まあ、そういう こうチームワークはできるだろうね。それありますよね、うん、ただアーリーワークっていいんですかその選手にとってみるとこの技術的なこととか体力面とか、うん、まあ、でも朝から動くっていうのは新鮮だし、うん、どっちみちキャンプに行ってるわけだからさ、はい、これがずーっと続くわけじゃないキャンプ期間中だと思うしね、うん、はい、で、まあ、オープン戦に入っても
ある程度その若手っていうのはアーリーワークをやるかもわかんないけども、まあそのキャンプの間その野球に集中するとか、で朝やっぱこう新鮮なうちに動いとくとか、朝の芝居に動いとくとか、まあそういうのは別に悪くはないと思うけどね。俺は夜行性だったからさ、俺は苦手だと思うけど、でもまあそういうのがあってグループ分けしてたらやっぱやらざるを得ないし、はい、よしよし頑張ろうってなるよね。だからあのいいアイデアだとは思うけどね、俺はね。こう記事によると、はい、例えばデーブ大久保さん、大久保コーチはアーリーワークが好きな派、一方で阿部コーチは夜型、夜の例えばあの夜間練習の方を推奨する派。なんでかっていうと、例えば実際の試合1軍になったら試合が行われるのは夜間なので、まあ、朝とか昼とかそういうところはしっかり睡眠とって調整してっていうのがやっぱ好きと。それぞれコーチによっても、まあ、違うよね、うん、ただね俺キャンプの時に思うのは、はい、そう寝る前にガン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 やって乳酸溜まって寝るよりは、やっぱ乳酸がこう取れてから寝た方が次の日の疲れっていうのはやっぱ残さないで済むと思うんだよね、はい、キャンプの時はね、うん、だからまあそれはまあ人それぞれ、まあ朝方、昼方、夜方って多分あるように、時間帯で動きやすい時間っていうのはね多分あると思うんだよ。だからそれはまあ夜方だろうが昼方だろうがそれはもう構わないけど、まあだけどアーリーワークがじゃあやめた方がいいってとは思わないね、俺はね。まあキャンプの期間だけっていうこともありますね。まあまあそうだね、それでグループ分けして競争させてるすごくいいかもね。の場合はいわゆる朝勤務になるので上がれるのも早くなるんですか？まあベテランなんかは上がるのが早くなる可能性もあるよね。まあ若手はそうはいかないよ。そうですよね、お先とは言えないから無理ですよ。ただやっぱ大変なのが、例えば夜型もある、しんのすけはじゃあ夜担当しますよって言ったら、それについてるその裏方さんがいるんだよ、これは想像すると大変だろうなと思うよね。そうですよね。それは朝6時からとかやるとか、7時からやるってなったら、浦川さんも最低でもやっぱ5時とか5時半には起きないと、やっぱ準備もあるんで、ボール出したりだとか。そうですよね、選手より早く、いろいろあるんでね。で夜は夜で、また夜間練習なんかあったら球拾ってあげたりだとか、そういうことがあるんで、やっぱ浦川さんは俺は大変だと思うよ。一番大変かもしれない、ね、いや一番大変かもわからないよね、だから、まあ、そこら辺の、まあ、ケアは多分するとは思うけどもね、だから、まあ、そういうので、まあ、しんのすけは夜やってるの、今やってるのかわからないですけど、あの阿部コーチはやっぱ夜の方が、あのいいと、あの二軍監督をしていた時も鍛え上げてきたと、っていうのがあるそうです。まあまあね、いろいろまあ人それぞれ考え方があるからね、まあ、それを決定づけるのはやっぱ監督だし、やはりワークをやってんだから夜やめろとか、やはりワークやめて夜やれとか、これはもう監督のね、まあ、指示のもとコーチが動くわけだから、まあ、デーブが動いてるっていうことはやっぱ監督の了承も得てるし、でもまあなんか楽しい企画だけどね、なんかこういう風にしてやるとなんかね、ただグループ分けにしてるっていうのをね、やっぱベテランも含んでね、だからすごくいいことだと思うけど。そうですね、でもこれはまあ新聞今日記者も大変だよ、アリワークから付き合うって、もうフラフラになってるよね多分。多分ね、記者も体力いると思いますよ。なあ、でもこれチームによってはアーリーやってないチームもあるんですか？もちろん、まあ、散歩だけとかね、まあ、散歩もなくして、まあ、朝しっかりやって個別練習やって上がるとか、夜もそんなにやらないとか、まあ、DeNA なんかは全体の練習をギャーッと凝縮しておいて、あとはもうフリーにする、で個別でやらすという、あの自分で考えて、まあ、それにそれをでコーチを捕まえるとか、あでちょっとやってくれとかお願いをし、はい、夜やりたい人間はやるかもわからないけどもね、まあ、朝アーリーワークではないけどアップ前に、まあ、1時間早く出てきてちょっと打ったりとかノック受けたりだとか、まあ、する選手はいるけどね。あ、まあ、ここまで全体的にアーリーワークはしてなかったね。ただやっぱりね、本当に、B クラスになって昨シーズン、もう A クラスもちろん優勝っていうところでもやっぱり気合を入れて、
やっていかないとキャンプからやらないとっていうそこの表れなんですかね。まあそうだね、まあ、それとやっぱチームにしてるっていうことはやっぱそれなりのこうつながりだとか、うん、横のつながりだとか、はい、縦のつながりだとか、うん、まあ、そういうものも含めて、はい、まあ、大事にしてきたなっていうふうには思うよね。そうですね、はい、ただちょっとねこれで遊べなくなっちゃうっていうね。遊びに行ってるわけじゃないわけだよ。これ美味しいものいろいろ食べる。まあ今まではねいろんな報道が聞こえてきたりとかするけども、はい、まあ頑張れとね。そうですね、今年は、はい。